はい、師匠が、今日久しぶりに来たという記念で、また何か書かれてますね、文字がカレーにね、ということで焼き上がりが楽しみですね。今日も京都で予約で満席で電気がついていない、車でお送りいただきました。計算毎度毎度ありがとうございます。鳴子温泉郷に来たら東鳴子温泉焼肉発祥です。すいません、あ、違った、ガソリンスタンドだけだった。師匠が走っていきます。師匠の後ろ姿、さっき師匠のツイッターで米沢の後ろ姿撮られた、取り返し。さあ入りましょう。よいしょ、よいしょ。こんばんは、フライデーさん、通称フライデーさん、某 T とかいうところで、バンダイのスタッフをやってる方ですね、そのフライデーさんが置いてったって、ね、日本酒日本一美味しいだそうです。さあじゃあ師匠といただきましょう。はい、お疲れ様です。はい、1年10ヶ月ぶりか。お疲れ様です。あ、これはまともなですね。乾杯でございますと。タイミングでね、忙しいと喜んでそうなのよ。ああ、もんなんとも染み当たりますね。何時これですか？7時？これは計算の注ぎもうまかったんじゃないかな。さあ、今日は師匠が来たので、師匠と2年近くぶりに再会したマスターがサービスで厚切り牛タンでございます。焼いていきましょう。準備が悪かった。よいしょ、温まってくる。これよいしょ、テカテカの牛タンですね。厚切りカルビっつったら波じゃ厚切りできないから上にしてって言われたんで、上カルビにしたらどうですか、この分厚い上カルビでございます。後で焼いていきましょう、ね、パンがもう少しで焼けるよ。あの線がない油で、これあのこの間、はい、いただきますね。大丈夫ですね、これね。よいしょ、ミキさん来た時にいねえな。よいしょ、あの鴨持ってきた人の家族が来た、いただきます。市場で肉、逆に使っちゃった足、バカですね。食っていい、どうぞどうぞ、一枚こっちに回ってきたんだけど、うまい、暴力的にうまい。油がとろける、最高です。これも楽しみだよ。油で全然、はい、タコですと言って出てきたのが半分はタコ、そして半分は包丁が入ってるんでタコさんウィンナーってことですね。どっちもタコです、はい、でそしてこのこれはでもね、あくまでもね前座でね、本ちゃんがこの後来るらしいですよ。はい、そして師匠が弟子のために勝手に弟子を名乗ってる米沢のために水割りを作ってくださいました。チャミスルでございますね、はい、いただきましょう、はい、お疲れ様です。そうだよ、あれあれば大丈夫、あれでもできてもダメだ。なぜかもせるも集中、今日もすっきりです。そして師匠がここに来ると魚食べたがるっていうね、あのここで魚出されると肉が食べたいんだってね、暴れて困惑する客ばっかりなのに師匠だけはこれを食べに来てるらしいんですが、これはどう見ても淡水魚じゃないかな。さあ2種類の魚です。手前2つ、え、ひみや2切れと左側4切れ、さあ何でしょう。お答えわかりません。右側 A な気もするんだけど違うことはわかりませんね。じゃあいよいよ入っていきましょう。どっち先焼きましょう。別にまあそれぞれ焼けばいいっていう。あ、てかどっち取りますかねって話ですよね。じゃあ自分こっちでいいかな。はい、よいしょ、じゃあ自分は米沢こっちで、師匠は身が取れそうな、こっちは骨がいっぱいあります、骨の周りに脂がついてるといいな。これは肉であって魚では、肉ではなくて魚でございますので、どうか。さあそしてこれを白焼き風に食べて、わさびで食べるといいよとマスターが言ってる、これは謎が深まるばかりですが、とりあえずこちらですね、 A と思われるやつですね。はい、師匠の方がファイヤー状態ですが、かなり油乗ってますね、これね。そしてこの油が滴って焼ける香りがね、まあ若干酸化した
魚の油の香りってことでね、結構あの今ジン君がビール入れながら、あれなんか油臭いなみたいなそんな話をしている、まあ、そんな状況です。完全在庫処分、はい、冷蔵されて、そのために取ってたみたいな、はい、もう今ピーかけますからね、はい、さあいただきましょう、この油テカテカのこの焼いた魚、本当テカテカで、油の量がすごい、すごい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 。でこれに生わさび。さあいただいてみましょう。なんだこれ。いやもう全然普通に食べられます。美味しいです。ああよかったよかった。美味しいです。なんか独特の、そう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 、独特の油の感じ、この肉。最高焼きればいいかもしれないですね。あ、そうですね。あれは油っこい魚ね。あ、強いやつね。違いますね、西の京ってことですね。はい、気づかなかった気づかなかった、すいませんね、遅いですよ、ダメだね、一回来ないと。はい、正体が判明しました。これは A だそうです。前にいただいた A はね、この輪切りの胴体のやつですけど、まあ、写真貼っておきますけど、もっとさっぱりしたお魚でしたけど、これもう完全に油の塊そのもので、鶏の油みたいな味なんだよね。そして自分の油でガンガン。この、ほとばしる油、オイリーサドブロでございます。うまそうです。あれ、ああ、すごい。あれね。鶏皮みたいな感じです、これ、ほんと。やっぱり、まあ、魚に例えると銀だらってことでしょうね。はい、ということで。そうなんですね。そうですね。いただきましょう。うまかった。もう本当に銀だら。もう銀だら以上に脂分ってます。ありがたいや、もったいないや。マスター、ありがとうございます。師匠がもう魚食べたくてしょうがない病で、これを早くこれを焼こうと。ということで、もう一種類のこちらも、こちらも淡水魚なんじゃないかな。はい、4切れだと思ったら2切れでした。さあ、これなんか穴子っぽい感じですけど、もちろん穴子ではないと思います。どう見ても穴子じゃないですか。はい、はい、ますます穴子のように焼けていきますが、穴子に比べるとちょっと、まあ、違うかなって気もするけど。でも、穴子な気がするんだけどな。なんのこっちゃです。さあ、では、いただいてみましょう、この謎の魚。はい、これも油結構乗ってますよ。はい、これも塩味が乗ってるそうで。さっきの、あれ言っちゃった。もうピーしなきゃ自分で。やばい。言っちゃってたらダメだ、これ。よいしょ。モザイクか、モザイク。声モザイク。すごい上品です。ん？あ、そうですか。はい、じゃあ、これをいただきましょう。何でしょう。これも油、油。あ、皮がアナゴみたい。よいしょ。いただきましょう。いやいやいや。脂すごっ。どうしました？あ、でも。でもこれうなぎに近い味なると思うんですけど、アナゴというよりは何だろう、三角、やっぱり普通にアナゴ。当たってんじゃんさっきもうここまでうまみいいんですけど、あ、ここまで脂乗ってるもんなのね、アナゴ。アナゴ自分刺身、お刺身とか白焼きは食べたことありますけど、こういう食べ方。さすがだって言ったのに。だってさすがの時外れてるんじゃないですか、いつも。ねえ、どっちも踊ってたの。なるほど。これまがにね、うまいですね。美味しい。モンスターで焼くとまた美味しかった。肉が。はい。さあ、じゃあ、これタコ、タコ&タコいただきましょう。
はい、オクトパス、オクトパス。わざと油入れて、火を通すと、膨張するじゃないですか。あれがパツン。よくやってますもんね。シャルエッセンだけの工場あるんですね。原料を導入すると、もう製品になって出る。なるほど。それだけ、やっぱ、大企業は、すごいと。でもなんか肉に混ぜ物してたりするんじゃないですか、そういうところ。肉に混ぜ物、うん、肉に混ぜ物、なんとか剤みたいなのをいっぱい入れてる。大企業。そうそうそう、膨張剤とか。でんぷん、でんぷん。あ、そうかそうか。もともとドイツのそのソーセージ作りでも、あのでんぷんは入れるものなんですか。いや、完全、あれは増量なんで、安く。ああ、そうかそうか。売るための。そうですよね。さあ、じゃあまず、これリアルタコをいただきましょう。はい、普通のタコです。でも番頭さんみたいにいつも食ってると結構ですこだわってくるってちゃんとこのタコさんみんな顔もあるよ、ちゃんと。もうこれ胴体なんだからね、本当はね、はい、顔もついてるんだ。タコさんみんな、いただきましょう。あ、懐かしい、ね、まあ、昔あのね、原材料に 牛とかじゃなくて、ね、馬とかね、ウサギに使ってたんですけど、最近はマグロ使ってるらしいですよ。うまいうまいうまい、はい、ありがたいね。タコもどんどん食べていきましょう。はい、師匠が、今日久しぶりに来たという記念で、また何か書かれてますね、文字がカレーにね。ということで焼き上がりが楽しみですね。いつになったらカルビを焼けるのか。さあ、マスターのメッセージがだいぶカレーに浮き出てきましたね。師匠お帰りなさいでございますね。本当その通りです。ありがとうございます。さあ、ついにこの分厚い上カルビを焼く時がやってまいりました。焼きましょう。あ、切れてない。マスター、切れてない。よいしょ。どうですか、このテカテカの上カルビ厚切り。しかもこれはね、これね、これ なんでこれ入ってなかったの。醤油なんですね。醤油とわさびでいただいてほしい。マスター、かからず買えますね。はい、バッチリ焼けました。テカテカのこの上カルビ厚切り。さあ、醤油につけていただきましょう。この味たるやいかに。バクリ、うまい、うまい、あー、うまい。もう、まあ、正直普通の上カルビと同じ味なんですが、味わい方、味わいの感じは全然違いますわ。うまいね。口の中でダイナミックにとろけていく。はい、あ、そして油がいいね。本当いい肉ね、使ってますね。本当ね、ありがたい。マスターに洋食をお願いしたんだけど、洋食です。バター使えますかって。それ使わなきゃ洋食ならんでしょう。横に画像出しておきます。洋食違いでしたね。これはあの養う増やすの洋食ですね、これね。はいはいっていう感じで。あ、でもいい色合いなのでね、ちょっと期待しましょう。もう肉を食べられるようなお腹の空き具合ではない気がする。こんな私に誰がした。マスターが悪い。さあ、牛タンしか持ってないでしょ。いや、あのカルビを食べる。次のカルビ。はい、ということで、ハラパンな、ハラパンの、卵巣卵いただきましょう。あ、美味しいです。ちゃんとほろ苦い鮎の味がするな。はい、養殖ですよ。知ってる、養殖だから天然物よりは味が、苦さも薄いんじゃないかな。美味しいな。あ、見てください、こうテカテカの。あ、そうですね。あの、タイとかって養殖の方が美味しいってよく言います。確かに。はい。というわけで、卵と身を一緒にいただきますよ。あ、うまい。あ、これ美味しいね。この鮎は美味しいな。エビじゃないですか。
あ、そうなの？だから赤くなる。いやいや、それ鮭だから。もう真面目に聞いた瞬間、真面目に聞いてしまった自分を悔いていますね。はい、我々が洋食って言ったのに洋食を出されたってね、あの西洋のように食べるじゃなくって、養う増やす洋食を出されたってブツブツ言ってたら、これは日本の洋食じゃないのかな、よくわかんないけど、なんかそしたらバターをここで使うって、森のバターにバターです、森ですみたいな、よくわかんない。あとね、こうかかってる岩塩がね、メキシコの風だって、もう意味がわかんないんだけどさ、もうマスターの言ってることをもう解釈するだけで疲れたのね、やめたもん。やめ。じっくり焼いていきましょう。はい、もう肉も魚も食べられない、お腹いっぱいとか言ったら、じゃあこれはどうですか、日本の洋食って出てきたのが餅でありますね。砂糖醤油でバター、はい、もう有料の注文をで無視してネタに走るのは、ね、愉快な、さあ聞こえるように言ってくださいよ。言ってるからね。ひどすぎる。これが発祥です。今日はもうね、師匠がね来たからってことで、マスターが大発する状態でこういろいろこうね、謎のものいっぱいある。昨日は何だったんですか。昨日から来られてる常連さんが、ぷっぷんです。当然のことです。はい、あで、これね、いつ焼き頃ですかねっつったらね、向こうってなってくるんで、向こうってその日本の洋食もちょっと動かしちゃったもん。あ、そこそこ、はい、褒めちゃいますもんね。こっち側ちょっとはい、まあ、若干焦げてしまった気もしますけども、まあ、これは砂糖が焦げてるだけだからね、もちろん焦げたからいただけると思います。たっぷりチューブバターを吸ってるやつだよ。いただきましょう。こっちはそれ買った前、なになに、あ、皿取ってくる、ちゃんとした餅でさ、はいはい、ひび割れて下手すりゃカビ生えてて一生懸命削ってみたいな、そうですね、うまい。グループ会社のセールスにやられて、まあ、うまくないはずがないので、うまいに決まってるんだけど、日本の洋食ありがち、ありあり、あり、これはいらねえ、2番、うまいね、バターが、まあ、結局我々の味覚は、まあ、炭水化物は正義&油は正義の2つでしかないって言ってしまいますが、おいしいね、日本の洋食 OK、 うん。あとスプーンだね、スプーン。あ、出てる出てる出てる。もちろんですよ。さすがっすね。まあこれが美味しいのは間違いないんだけど、これが日本の洋食として美味しいっていう主張には納得ができない。テカテカに焼けた森のバター&バターバターまみれのアボカド焼きです。さあこれをどのようにして食べるかということなんですが、このね皮の周りにね。スプーンで切り込み入れろって、これ片手では無理ですね。さあ剥がしましたんでいただきましょう。森のバター&チューブバターです。米沢はアボカドを焼いて食べるの初めてじゃないかな、まるで56年間無駄に生きてきました。あ、間違いがない美味しさですね。割とでもあれですね、焼くと焼かない時に比べると味が引き締まるというか、なんかその、いや魔法の塩がかかってる、うん、あ、メキシコの風。それか。それなるほどね、なるほどね。でも食べられないっていう人も食べたんですよ、青臭くて食べたから、ね、あ、だからそれ引き締まってるんだと思います、多分。はい、本日こちら牛もつ鍋イエロー標本入り、これ過去1回食べてるんで、動画には激辛動画には知ってますよね。5本入りを食べるときはどうするということで、はい、この実はこのメニューがなぜ冬季限定かというと、このニラが美味しい季節が冬だからっていうですね、斜め上の理由で季節限定メニューになってるらしいですよ。さあいただきましょう。国産もつですよ、こちら。パクリ、うまい、そして辛い、当たり前です。カプサイシンは油に溶けるからね。何分入れます？
何本入れますおかしいな、日本語の問いかけで。日本語としてもおかしいし、そのお店が客に対する物言いとしてもおかしいっていうのもおかしい気もするけど、私は自己責任頼んで、美味しいね。最近このぐらい辛くないと辛いって感じなくなってる自分が立派な激辛マニアに育ってるようで嬉しいですね。何のこっちゃ。まあ今なんか某エチさんの話題で盛り上がっておりますが、4本入りもつ鍋大変美味しくいただきました。正直やっぱり今も、口にちょっと、痛みが残ってますし、あと、もつとかねキャベツを食べてるときはやっぱり辛いなと思ったんだけど、スープ飲んだらさ辛み感じなくて旨味しかないんだよね。この辺がやっぱりまだまだね、まあ要するに激辛領域の手前で旨辛っていうね、まさにそう。ごちそうさまでした。東なる温泉焼肉八丁から戻ってまいりました。南温泉旅館菅原は石狩貸し切り風呂右側ではですね、さあお疲れましょう。うすらブルーの気がしますね。あ、大丈夫ですね。42度ぐらいだと思います、42度今日ですかね。はい、疲れましょう。はぁ、カルシウムがいっぱいついてますね。42度ないね、42度弱ですね。はい、ということで焼肉塩を落としましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。本日ここまで。40分いってる気がするな、やばいな。言ってなかったら申し訳ないです。いや、言ってる方が50分ですね。明日は明日の風が吹く。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。